ファイストスの円盤とは、1908年7月3日に、クレタ島南岸のファイストス宮殿の内部で、イタリア人、ルイジ・ペルニエルによって発見された、厚さ2 1トル直径1 6トルの粘土製の考古学上の異物である、粘土の紐を渦巻き状に巻いて作ったことが分かっている。紀元前1600年代、宮殿は火災によって被害を受けており、 ファイストスの円盤も焼き固められた状態で見つかった。ファイストスの円盤は、クレタ島のイラクリオン考古学博物館に収蔵されており、一般にも公開されている。ファイストスの円盤ファイストスの円盤は、千文字絵が描かれた粘土板が貯蔵された部屋で、水平に置かれた状態で発見された。イギリス人の考古学者、アーサー・エバンズの分類に従って、 上になっていた面を A、下になっていた面を B と呼ぶ。どちらの面にも絵文字が螺旋型に記されている。両面を通じて登場する文字は45種類で、両面に登場する文字の総個数は241である。エヴァンズは絵の内容に従って文字に番号をつけた。文字1から文字6までは、人の顔、もしくは全身像に見えるもの、文字29から文字34は、 猫、牛、鳥、魚など何らかの動物に見える。それぞれの文字が垂直線によって数項ずつに区切られている点は、ファイストスの円盤に特徴的である。A 面には31区画、B 面には30区画ある。A 下界地方ではすでに紀元前2000年頃から文字が使われていた。しかしながら、粘土の塊に棒で跡をつけたものがほとんどであった。一方、 ファイストスの円盤にある角文字は正確に同じ形状、寸法であることから何らかの印象のようなものを粘土の表面に押し当てて記録したと考えられている。これを最古の印刷物と呼ぶことが多いが印象は印刷しやからは一般的に印刷とはみなされない。ーゲ海地方で起こった最初の高度な文明は紀元前2000年頃のミノア文明である。ミノア文明が どのようにして独自の文字を獲得したのかは分かっていない。最も有力な説は、現在のレバノンに中心があったビブロスが、エジプトのヒエログリフとメソポタミアの音節文字を取り入れたというものである。ビブロスの文字は、アナトリア、フェニティア、エーゲ海に伝わり文化していく。エーゲ海では、ヒエログリフの色彩が強い音節文字となった。 音節文字は、ある音節に対して一つの文字を割り当てるという方式をとる。日本語のように音節が、シーン母音となっている言語であれば音節文字は、使いやすい。例えば、K、E を、K と表せる。しかし、音節文字は一音節に、複数、不定庫の子音が含まれる言語を表すためには、向いていない。多数の単語がある。 同一の音節文字の組み合わせによって表現されてしまう、つまり読めないからだ。ミノア文明における文字の発展が不安定であった理由の一つが音節文字がギリシア語やミノア語に合致していなかったからだと考えることもできる。ビブロスから取り入れた最初の音節文字がすぐに1000文字 A に、ついでミケーネでは1000文字 B へミノアからキプロスに文字が伝わると キュプロミノア文字へ、さらに、キプロス音節文字に移行していった。これらの文字は、小取引に多用された。例えば、サントリー2等の棒から2月1日にオリーブオイル50瓶とワイン瓶を金貨5枚で購入したというようなものだ。この文章を音節文字で表す場合、品目以外を音節文字で、品目のみ、各品に、固有の表語文字を用いた。 数字のみを専用の文字で表すこともあった。クレタ島の文字も音節文字である。ギリシア語の音節に相当する絵文字を用いて文章を表した。主な遺物はクノッソスで見つかっており、粘土、石板のほか、金属製のものもある。クノッソスの文字は約80の音節文字と約140の標語文字からなる。クノッソスの文字は書き進む方向が定まっておらず、 渦巻き型に書く場合もあった。クレタ島の文字には複数の文字体系が存在したが、次第に用途によって分かれていった。純粋な音節文字は宗教的な内容を記述する場合や、王の指令などを記す際のみに用いられるようになっていく。ファイストスの円盤には音節文字以外が登場しない。つまり、宗教的な内容か王の指令であると考えられる。 クノッソスの渦巻き文と同じ読み方であるとすれば、数の A1、A2、A3 と読むことになる。ファイストスの円盤の模型線文字 A が記された粘土版。円盤に記された文字とは全く似ていない内容に関する解読は進んでいない。理由は3つある。最初の理由は、同じ文字が記された粘土版が他に見つからないことである。 印象を用いて制作したのであれば、他にも同印象を用いた粘土版が存在する可能性はあるが、この円盤しか見つかっていない。このことから、ファイストスの円盤は、クレタ島に起源があるのではなく、何らかの輸入品であるとも考えられる。発見時に周囲に千文字 A が記された粘土版が見つかっているが、ファイストスの円盤との関係は分かっておらず、 両者の文字には類似性もない。二番目の理由は、商業的な記録ではないこと。つまり、定型文ではないことである。わざわざ専用の印象を用いたということは、他に例のない文章を記録したと考えられ、解読に際しては不利となる。三番目の理由は、円盤に記された文字の数がギリシャ語の音節の数と合わないことである。文字の種類が60以上であれば、 ギリシャ語が記されている確率が高いが、円盤の文字は45種類しかない。特に一番目の理由が大きく、別の資料が現れない限り解読は不可能と考えられている。にもかかわらず、解読できたという主張が絶えない。サイラス・ゴードンは1966年以降、他のクレタ島の未解読文字とともにファイストスの円盤がセム語で書かれていると主張した。 クリストファー・ウォーカーの設計文字では、ファイストスの円盤をギリシャ語で書かれた動員宣言であると推測している。ウォーカーの解読では、A1 はイケ・クオリティ、A2 はデニケと読む。これはギリシャ語のエクエ・カーワイテスデネオ・イクとなる。これはクレタ人とギリシア人に対する呼びかけを意味する。以下に A 面、B 面に記録された文字を順に示す。 A1A2 などの区分は円盤上で垂直線によって区切られている文字を表す。ユニコードでは以下の領域に次の文字が収録されている。ありがとうございます。